します。はい、おはようございます。ちょっと朝一今日はねパチンコで行こうと思ってるんですよ、二人でね。筋肉マン新しい台です。ここにあるよ、筋肉マン。うん、初ですね。うん、初だね、パチンコ。うん、初、よろしく。パチンコ並び打ちで朝からスタートします。ナラシのナラとイガラシのイガで、イガラシでナラ。おはようございます。おはようございます。春ですね。春ですね。前回多分まだ寒かったよ。そうだね。ってことは久しぶりの収録かな。久しぶりです。久しぶりの練習通り、練習通り、リハーサル通りの台本あるかなぐらいの久しぶりを出しましたけど、本当に久しぶりじゃない？1ヶ月ぐらい空いたかもしれないね。やっぱあの月4本収録から2本になって、はい、2本が連日あるとやっぱ1ヶ月ぐらい空くんだよね。そうなんですね。そうだよね。だからなんかちょっと久しぶりな気がしますが、久しぶりの収録です。ただあの私たちは、はい、昨日ね、ちょっと来店実践2人で行ってきまして、はい、会ったのは久しぶりだったけどね、昨日。あ、確かにね。うん、でももう連日一緒なんで。連日一緒。ふざけてます。ふざけてるの？やめてください、真剣にやってもらっていいですか、井原さん。違う、本当にふざけてるんですよ。私なんか朝から下着見せてきてちょっと待って、そういうこと言わないの。そういうこと、どうしたの？しっかりして、久しぶりだからで朝、いい天気、いい天気だね、春だね。久しぶりすぎて言っちゃいけないことと言っていいことちょっと分かってないかもしれないけど、下着見せてきて朝から、なんか言う言い切りたいんだね。言い切りたかった、言い切りたかった。なんかもう燃えてるんだよっていうことをね、うん、伝えてくれたんで朝から。違う、いやいや、伝わって違った。解釈違う、そういう解釈になっちゃった。そう、なんか言っていいもん、ここまで言ったら。うん、何、なんか赤い下着をつけてるらしくなんかこれ大丈夫かな、こうやって見せてきた、こうやって見せてたよね。違うの、違う、違う、違う、本当にびっくり。私がどうしたって思ったよ。やんのか、やんのか、やんのか、急にね。違った、そういう意味じゃなかったんかな。そういう意味じゃない、そういう、なんか私真っ赤に燃えてますっていう意味じゃなかった。違う、そういう意味で捉えたんだったらそれはバカ。それはシンプルにバカです。でも悪かった。大体悟ってほしい。違うんだ、ごめん。白でちょっとこれ脱いだら透けちゃうんじゃないかな、チェックしてほしいな。そうなんだ、うん、相方として信用してるからね。まさかこのカメラの前で堂々と言われると思わないからさ、私。ごめん、ごめん。じゃ、情熱の中ではない、勝負下着アピールしたわけじゃない、私。あ、ごめん、じゃちょっと解釈違った。だいぶ間違えちゃったね、すいません。まあまあ、これが結果的に、でも気合は入ってるもん、ね、入って、え、じゃあちょっと何色、言わないよ。いやいや、もうそれは言わないよ。今日一緒に戦う仲間でしょ。私がさらけ出したなら、それは。いやいやいや、姉さん熱いな、お早く行くか。白、白、実践に。白、白、白だから白。白なわけないやろ。いや、でもこれで情熱なんかだったらまあまあよ。そうだね、全然、うん、当てて、当てて、緑。当ててってなんだろう、求めてこられてもさ、さっと言ってもらったらいいのに。当てて、当ててって、私何歳に見えるみたいなやつじゃないね。めっちゃめんどくさいやつだ。もう今一番めんどくさい女になってた。黒、黒、黒、黒。違う、違う、違う、違う。なになになに、あわわわ。ごめんな、赤じゃなくてごめんな。赤と青でいい。じゃあ、そう、赤と青でね、頑張っていきたいっていうところで、今日はちょっとそう気合がね、はい、やっぱ入ってるわけですよ。入ってるね、久しぶりだし。下着の色をオープニングで言うぐらい気合が入ってるわけです。言うぐらいもうただじゃないよ、それは。そうそうそう、はい、7500枚というね、プレミアムクオカードを、はい、ちょっとね、新年度にもなりましたし。そうですね、4月ですし、ね、そう、目指していこうというところで、はい、今回はスロットではなくパチンコを取りました。よ、朝から初パチンコ。何を取りましたか。筋肉マン。そう、筋肉マンなんですよ。理由は本当にただ一つ、マリアの抽選番号が29番だったから。そう、肉です。私たちお肉も好きだしね。そう、お肉大好きだし、うん、まあ、U タイムがね、うん、そう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 、割と319にしたら浅い、うん、浅め。だからまあちょっと私たちのパチンコ実践、朝からがっつり打つにはちょっと知識が乏しいところはあるんですけども。だいぶ乏しいんで、あの気合は十分ということでね。気合は十分です、はい、うん、このオープニング見てもらったら気合は十分ってことが伝わってるかと思いますので、空回りしないように、空回りだけしないように、まあ目指せ7500枚というところで、本日も頑張っていきたいと思いますので、最後まで見てください。せーの、7番。からちょっとお互いの声が聞き取れない、聞き取りづらいんです。筋肉マンね、1回だけまあ打ったんですよ、このゴールド319のバージョンなんですけど、まあ、ツイッター実践っていうのがあって、ツイッターでこう実況報告しながら
そのカメラとかはないんですけど、朝からプライベートみたいな感じでうちに行って、ツイッターで今どんな感じですみたいな報告をね一日したんですけど、まあ5万ぐらい負けて、でラッシュに入ったのは U タイムからのみっていう、ちょっと苦い記憶が残ってるんですよ。でその1回きりしかね打ってなくて、でそれからちょっと触ってなかったので、やっぱ2人でパチンコに行ってどっちも当たらないっていう状況怖かったんで、本当はライトミドルに行くかっていう話をしてたんですけど、799回転通常時で U タイムが発動するので、最悪そこ最悪そこまで行きたくはないけども、行く可能性がなくもないっていう、バトルのね、あのカスタムとか、あの期待度のカスタムとか自分で決められたりするんですけど、前回打った時はその面白さも味わえずに終わっちゃったんで、もう前回打った U タイムからのラッシュもうすぐ終わっちゃって、2000発ぐらい一瞬で終わっちゃったんです。この苦手意識が払拭できる実践になればいいなと思っております。しずちゃんとの並び打ちはね強いはずですし。マリアがさ、筋肉マン打った時は出たの？5万負けたよラッシュは U タイムからのみ。あれ苦しい思い出があるんですか？苦しい思い出です。今思い出してる苦しい思い出を今思い出してる。あ、今日で2回目打つの？そう、2回目なの。あ、そうなんだ。それ以来打ってなかったの。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。しずちゃん、カスタムとかするの？100になってる。100になった。お、キキさん。友情パワーだ。誰だ？ラーメンマン。ラーメンマン。2個半でございます。このリーチは？はい。発展すれば 40%。 発展率は？ 30%。 なんとも微妙な。でも 30% 取れたら 40% いけるよ。おお。ほい。 30% で 40% でしょ。 30% でいけた。 40% 言ってたね。はい、緑だ。奇跡の、おい、40%。いや、どいつもこいつもトホホです。楽しい。頑張る。筋肉マンだったら誰推しなの？いや、ちょっと待って、今日決めるわ。あ、今日？あ、見たことなくて。あ、そうなんだ。 あるの？ちょびっとだけある。夏休みとかにさ、やってるじゃん。あ、アニメ大会みたいな。あ、そう、あれで見たことあるよ。懐かしい。え、筋肉マンあった？あった。2回目。だって世代一緒じゃん。一緒だね。筋肉マンなかったよ。小学校の時にも夏休みでやってた。嘘ついてない？いや、ラーメンマンの回見たもん。嘘でしょ。ラーメンマンの回知らないよ。ラーメンマンの回見たから。そう、知ってる。まあ知ってるってそんなドヤで言えるほどじゃない。1回2回見ただけなの。あ、そうなんだ。うん、分かってる。え、めっちゃいいアニメなんだよね、多分。そうだよね。怪しい。おいた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 。9200。大会開催が始まる。相撲だ。勝ったら当たりか。踊れんな。ちょ、気合いやろ。勝ったら当たりだね。いけ。オッケー。波及残った。いけ。楽しい。なんだこれは。すげえ楽しいじゃないか。いけそう。あ、いける。攻めてる。いけ。なんじゃそりゃ。
なんじゃそりゃ。おもろいの。おもろい。おもろい。なんかあれですんなり勝って当たったこともある。あ、そうなんだ。じゃあ意外にああいうので当たりもあるんだね。なんか意外にすごい熱くなくても当たったようなイメージなんだけどね、イメージだけです。なんか最近のパチンコってああいう演出ってもうまあダメでしょみたいな印象がやっぱあるけど、でもそうじゃないんだよね。さっきマリアまだ紙相撲でひょろっと当たったりするとか言ってたから、そういうもう絶対ダメでしょこんな演出じゃみたいな、バトルしないとまずダメでしょみたいな感じじゃないのがいい。なんかしずちゃん結構演出怒る。演出怒るよ。怒るね。いいね。なんかもう当たる気もする、ね、当たる気がするよね、うん、やっぱ第二にやる気を感じられる。そう、初打ちと相性いいからさ。私言ってたね。そうそうそう。でも初打ちは7班では打ちたくないって言ってない。7班に合わせてきてる。7班のために残してる、言ってたよ。言ってない。言ってたよね今日。言ってない。嘘だ。初めて。うい、100円。はい。あ、緑のラーメンマン。緑。あ、超、あ、特盛り、超特盛りだったっけ。あ、おかわりだって。かわいいな。おかわりの顔がかわいかったの。筋肉マンがタイプかもしれない。それでまた100になったらどうなるんだろうか。55レベル上げてマッスルゾーン突入を目指す。55レベルってこれか。55、あ、55じゃない、ここか。55、この色を上げていくってことか。頑張れラーメンマン午後。あーった。全然惜しくない。全然惜しくなかった。あ、なんか最近ってパチンコ来てるじゃないですか。最近っていうかもう結構前からなんですけど、で私も最近ね、お仕事以外でもお休みの日に打ちに行ったりとかするんですが、パチンコをよく打ちます。でね、筋肉マンもね打ってみたかったんですけど、やっぱまだ新しい機種なんですよこの台って。意外にやっぱ打てるタイミングがなくて、今まで本当にパチンコを打ってこなかった人間なので、もう全部が信頼なんですよ。で、一回覚えた同じのばっかり、じゃあガロとか、ゲンス。おーっと、怖わえ、この人びっくりした。お茶の中で、まあ、ちょっと筋肉、すいません。びっくりした。ごめんね。確かにね。ゴングが鳴ったから。ゴングが鳴ったの。試合開始のゴングだもんね。試合開始やで。びっくりするわな、それは。ないねえねえ、ねえねえ、筋肉マンのな、顔あるやんか。これさ、マスクなん。これはマスク。素顔は違うんやん。違う顔してる。素顔は見せてないってこと。そう、見せてない。そうなんや。これ全員マスクかぶってる。え、全員。え、じゃあこれはマスクわかるよ。あ、この真ん中の人は違うね。テリーマンは違うかも。ジェロニモも違うかも。嘘でしょ。ジェロニモさん、これ一番右の人だよ。あ、これね、うん、ラーメンマンも違うんじゃないか。ラーメンマンは際どい。ラーメンマンめっちゃいい人だよ。え、でもラーメンマン好きかも。え、見た目の話してないよ全然今。見た目の話じゃなかった今。違った。うん、見た目の話はしてなかった。内面的なこと。内面的なところです。二人で言うタイムだけはやめよ。やめよ、それは、ね、それはやめよ。それはやめよ。いけるのは一人だけ。そう、もう一人。一人は言っていいんだね。そう、一人は言っていい。さ、言うタイム前のドキドキがすごい嫌だから、うん、私、うん、あ、じゃあ先当てる。すい、当てたい。あ、分かった、方いいよ。言うタイム最悪、まあ言ってもいいけど。ええ、まあ言ってもいいけど、行くならいいけど。まあ最高は二人とも行かないことなんや、もちろんね。最高なのは二人とも行かないこと。二人とも、まあ
そうだね、分母以内で当てることが一番、そうそうそう、まあ、理想的。保険として、保険として言うタイプがあるからね。一人だけ、一人だけ。そうです。一人だけね。頑張る、頑張る。二人行くはないから。ない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 、聞いたことない、聞いたことない。普通に考えてない。そんなために私たちパチンコ打ってるわけじゃないからね。筋肉マン、筋肉マン、頑張れ。あー、ラーメンマンです。ここで。50杯以上、50杯以上来い。50杯以上。違うわ。発展する筋肉マン登場してくれるって、発展率。ある、なんとも絶妙な50番に。50番はあるぞ。期待させてくるな。筋肉マン会いたいね。お願いします。50番、50番ですよ。いっちゃい、いった、はい、きた筋肉マン。え、なに、筋肉マン来てくれた。怒ってる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 。三つハンダーでも超人共有会赤ある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 よ。あ、でも待って待って、赤文字よ。赤文字だったらまだ甘さあるくらい。当たる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 行く。ノー、待って、こっちもあったと思う。あ、こういうカメラがこっちもワンチャンあったです。ワンチャンあった、ワンチャンあった。まあ、結果なかった。はい、ダメでした。筋肉マン来たんだけどな、惜しかったですね。もうちょいだった。乗ってきてる、ヨーヨーテケラーっていう感じで乗ってきてる。え、何か昭和な、昭和の女ですけど、何か恋、なんか久しぶりの恋な気がする。怒ってきた。これは疑似連でしょう。もうちょいコインくださいな。ステップアップ、もう一度ステップアップ。あ、もう100いった。院長だ。 17%。 これ赤のカットインと、あー、またゼブラ、本です。びっくり、ほんとにすげー。どうなった、ちょ、ほんとに初めてだから。この間に分かるんだよね。素晴らしい、マジで素晴らしい。これどっちの方がいいの。どっちでもいい、どっちでもいいらしい。こっちにするボタン黒点にするわ、うんうん、あー、これはもう大丈夫。60%だよ、60%。お願いします。いけいけ、頼む。7500行きたい。いける、いける、いける。いける、いける。私はいけると信じてる。嘘だー。弾を抜きます。まだあるよな。復活は復活。通せなかった。通せませんでした、バカチンが。ただここで、ここで当たれば、80%とか。で、はい、ラッシュ。え、そうだよね、うん、確か、確か、そうです。29回転かな、の間にまあ当たりを引くと、通常は 60% 突入のところが 80% になると。チャンスゾーンです。引き戻そう。いやー、痛いなー。これ一発通せるだけでね、全然変わった。今日の7班が変わった。誰？あ、続くらしい。
そう、疑似伝です。今28、28かな。飛んで転廃。お、なんで出てきた。王子の証。王子の証。なんかちょっと感動的なシーンではあるさ。王子、王子、え、マスクを脱ぐの？あー、あー、どうなんの？あー、あー、当たった、当たった、すごい、当たったんだけど、ざわざわざわ、28回転。あの時方角、あの時そこ力、始まるそこ力、あ、上がりました。すごい、お、幸せそうにしてる。これ80、はい、夕方の時やんな。夕方の時80%と80%だよね。天才か、こっちに言ってみる、言ってみよう。え、待って、緊張してきた。いけるよね。いけるよ。さすがにね、さすがにね。え、すごい。え、それじゃあ。それじゃあ、すげえ。任せて、出玉作るから。それじゃあ、ありがとう。いけ。いけるよね、いけるよね。いけるよ。怖っ、でも怖い。どんな感じで来るの？びっくりしちゃうよね、多分。大丈夫、来るよね。すげえ、それじゃあ、来るよ。これで来ないとかないよね。ないよ。やばい、ドキドキしてきた。大丈夫？もうやばいけど。やばい、なんでだ、なんで来ないの。出てこないけど。それじゃあ、あー、出てきた。よっしゃー、オッケー、すごいよ、すごいよ。オッケー、これオッケー、よかった。これどれを選べばいいですか。分かんない。必殺技がカスタムできるやつだと。これでいく。うん、これでいってみよう。必殺技モードでいきます。え、マジで嬉しい。すごすぎる。よかった。これ93%継続。OK。OK、OK、OK。これはもう打ったらいいよね。あ、ここになんか出てる。そうそう、なんかこれ自分でね、カスタムできる。あ、ちょっとバタバタしてる。マッスル、マッスル。継続ってことだよね。これ今勝ちました。これ OK。9ラウンドだよね。3ラウンド、9ラウンド。そうやね。9ラウンドが4分の1とかだ。25% とかだったかな。25%? あ、ここでパーセンテージが出てるってことか。0にも3もダメだ。これ勝ち。OK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 。あー、分かってきました。0にも3だとやっぱ 53% しか期待度がないから、やっぱ筋肉マンとか、誰？あ、やばい人。やばい人じゃないけど、53% しかない、今。やばいんじゃない？大丈夫？頼むよ。いや、負けだけど。やばい。復活？まだ終わらない。まだ終わらない。終わらない。理解するまでにもうパニック。お願い。いけるよ。筋肉マン。筋肉マン頼む、本当に本当に。よし、なんかここを変えたりもできるのパーセンテージを、ね、ああ、そうなんだ。なんかさ、いじれるらしいけど、もうちょっといじり方がわからないの、私は。あ、大丈夫ですよ、97%。マッスル、マッスル、ワン。めっちゃ楽しい、めっちゃ楽しい。終わらないね、うん、ゼロにも3以外、ゼロにも3以外。あ、待って、またゼロにも3だ。マッスル、マッスル、お願い。でも53%、あ、ポポポ、空気出てきた、ポポポ。や
ゃあもう全部3ラウンド筋肉マン。よしよしよし、筋肉マン、筋肉マンは 100%。 え、めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。集まってないんだけど、もうサクッと2万発いくわ。お願いします。おー、よしよしよし、ハイパー9ラウンド。素晴らしい。楽しそうだね。なんか私よりマリアさんの方が楽しそうな見ててすごく楽しい。めっちゃ楽しいね、筋肉マン。やば、こんな面白い台だったんだ。とりあえず、あの、まあ、数値的に言ったら、トントンです。今トントンぐらいです。筋肉マンなんで大丈夫。決まったね。9連勝です。次勝てば10連勝。早い早い、あ、やっぱ超えれると信じてる。大丈夫、よしよしよし、危ない。これで10連勝。ほい、ありがとう。大きい大きい。変えていいよ。カスタム変えるのにちょっと集中してたらちょっとまずい。53%。お願いお願い、やばいやばい、やだー。まだ5000も出てないよ。信じる。私はクソ力を、筋肉マンのクソ力を信じる。もう一回変えて。何か上がりが遅い気がする。お願いレインボー、やばい、いやお願いお願い、あいやまだわから。4950万パワー。伸びなかったね。まあ、でも5000発だから。そうだね、そうだね、ありがとう。いやいやいや、ありがとう、頑張ります。とりあえず、とりあえず、ありがとう。ちょっと次は変えてみるわ。カスタムしてみる。10勝で終わりました。でもめちゃくちゃ速い、スピード感はものすごくあるんで、これはサクッとサクッと出てもおかしくない。さあ、じゃあ負けを取り直してもう一回初当たりを引き入れよう。なんかいろんなバージョンがあるから他のも試してみたかったりもする。でもさ、前日160ぐらい回ってるわけ。168でしょ、最終が。イエス、今500だから、前日と合わせたら500、500ゲームぐらい、20ぐらい、5230だから、あと250、うん、行かないよ、行かないよ、うん、まあ、行かないと思うけど、行かないと思うけど、最悪ね、最悪でも、ね、そうそうそう、行かないと思うけどね、行かないよ、行く気はゼロ。中間報告、いいよいいよ、悪くない、この中間報告は悪くない報告になりそうです。悪くない、2人合わせてですから。うむ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 、あ、私が今ちょい浮きぐらいかな。うん、初めて2回取ってくれてね。そうなんですよ、もうちょい伸ばしたかったなっていう、やっぱ7500という目標を目指してると思うと、もうちょっと伸ばしたかったなとはあったんですけど、半発ぐらいはそうね、ワンパツぐらいはね、いけたかったなって、欲しかったなとは、欲しかった、それ個人的な7500って目標じゃなくて個人的な、え、いや、みんなのために遅い遅い、もう遅い感情出てる出てる出ちゃった、ね、ただやっぱ初当たりを引けるのか、あとマリアが今どういう状況か、ね、今は400ハマってます。知ってる、みんな知ってる。前半1回も当たりなし、わちゃわちゃ、しずちゃんの当たりをしずちゃん以上に喜んだくらい幸せそうだったからさ、あの笑顔が幸せだったよ、うん、
だからなんか、あ、当たってないんかって思ってる今。あ、私当たってないんだなって錯覚しちゃうぐらいちょっと楽しんじゃいました。後半またいいところ見せたいと思いますので。そうだね、7500枚、愛にあふれる後半戦にしよう。7500枚を狙いつつ、うんうん、愛あふれる実践にしたいと思いますので、はい、また来週もぜひ7班よろしくお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。チャンネル登録はこちら。眩しくて他のことが身がなくなる。